田中信明は日本の合唱指揮者、東京根声合唱団の創立者、新潟県出身、東京芸術大学講師、東方学園大学客員教授、国立音楽大学昌兵教授を歴任。作曲家と協力して日本の合唱音楽の創造に尽くし、400曲以上にわたる合唱曲の初演の指揮を行った。旧正大阪高校中退。 合唱部の後輩に作曲家の田武た彦がいる。1951年、中学校教員を退職し、NHK 大阪放送合唱団へ入団。指揮者であった森本義雄の死去により急遽指揮者を務めたことが、指揮者デビューとなる。1952年、東京芸術大学音楽学部声楽科に進学。声楽を寝とけれいべ、指揮法を、来ると別の各紙に指示する。 1956年、東京芸術大学学生有志により、東京混成が唱団を創立、常任指揮者となる。同年3月31日の東京芸術大学卒業式の晩第1回定期演奏会が行われた。1997年には、同団の警官指揮者。2007年には、音楽監督、理事長に就任する。2014年、 音楽監督を退任。公認には山田和樹が就任した。その他、法政大学アリオンコール、合唱連盟二次の会など、学生、アマチュア合唱団での指導を精力的に続けている。1986年毎日芸術賞、2006年朝日、現代音楽賞、2010年エクソンモービル音楽賞、受賞、2000年区日本東水法賞受賞。 2016年文化、功労者選出。ありがとうございます。